こんにちは、心理カウンセラーの高森です。現実と区別がつかない思考パターンシリーズ動画4本目、今回は構想伝播ということについて説明します。これは自分の頭の中にある考えがどんどん周りの人に伝わってしまっているっていう体験をしてしまうんですね。でこれがありますと、そのような訴えをするっていうことを周りの方にすることが多いんですけれども、当然これは困惑しますよね。冷静に考えると自分の頭のことがどんどん誰かに知られてしまうということは考えにくいわけですから、ただそれを伝えたりしっかり説明してそれを根拠はないよというようなことを言ったとしても、本人的には全然納得がいかないということで平行線になることがほとんどです。もしこういったことが頻繁に続くという場合には、これは統合失調症の可能性があったりしますので、まずは医療機関につなげるというところから始めていくということが必要かと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。